こんにちは、ダイスです。今回はフォートナイトのホラー奇妙な家やってみたいと思います。この家の見取り図、なんでここに、え、この家を買うときに何度も見た見取り図。なんか変なとこあるね。2階の書斎の奥、なんだろう。しかし何か変な気がする。おかしな箇所を見に行く。なんか1階の端っこに四角い何か出っ張っているところがありましたよね。それかな。音が響く。壁の向こうに空間がありそうだ。今ね、ゲーム始まる前のところにいるんですけど、何人かで一緒にいるので今回は一人にならないことを願います。前回ね、遊んだ時一人になっちゃったんですよね。よかったらそっちの動画も見ていただけると嬉しいです。お、発見してくれてる。何の音？僕はラッキーな男だ。中古の家を安く買うことができた。工具を探す。だってこんな素晴らしい家を入手できてラッキーだって言ってるけど、どういうこと？なんかね、人形も探すになってましたよね。あ、ドライバー見つけてくれてる。ありがとう。え、待って、ちょっと悟空一緒ですか？守ってくれそう。ホラーゲームって本当に怖いんで、誰かと一緒なのが一番安心できるんですけど。え、壁の穴何？なんでこんなとこ開いてるの本当に。え、人？ちょっと待って、 BGM 怖い。何？え、いないんだけど。ねえ、本当無理なんだけど。こんなの出てくるの？え、化け物出てくるって聞いてないよ。ホラーなのはわかるけど、ホラーにも種類があるでしょう。お、悟空いた。え、待って待って、これあれだよね、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人じゃない。髪の毛上がってるってことはゴッドだけど、さらにスーパーサイヤ人化してるっていうことだと思うんだけど。あともう一人あれでしたね、美女が一緒にいた。あ、日記だ。4月20日、今日は私の誕生日。パパもママも祝ってくれて、プレゼントももらえてすごくハッピー。え、なんで私ここにいるの？ちょっと待って、ぬいぐるみ見つけてくれてる、ありがとう。美女いる。多分女の方だと思う。3人かな。ちょっとこれ拾いますね。さっき拾えてなかったと思うんで。ライト、お、できたできた。とさ、このタイミングでスマホがブルブルするとかめちゃくちゃ怖いんですけど。ぬいぐるみがね、多分5種類と、あと先に進んでいく感じなんだと思います。ちょっと待って、置いていかないで。でも行ける道が増やしてもらってる感じしますね。え、ねえ、何の音？ね、ほんと怖いんだけど。今のはぬいぐるみじゃないですね、多分。2枚目だ。5月8日、今日は家にお医者さんが来た。パパもママも私も元気なのになんでかな。どういうこと？病気？誰か具合悪い？うわ、3枚目だ。5月28日、20日過ぎてるね。前に来たお医者さんが今日また来てお菓子をくれた。変な味がしたけど体にいいんだって。食べたくないやつ、食べたくないやつだよ。お、なんか拾ってくれてましたよね今。多分ハートの鍵を手に入れた。あ、ハートだ。突然引っ越すことになった。寂しいけど次に住むところもいいところだって言ってた。6月15日、結構時間経ってますね。じゃ、ここ廃墟なんだね。なんで廃墟にいるんだろう。脚立、ありがとう。脚立を手に入れた。ちょっと待って、何の音？脚立の音？え、みんなどこ行ったの？ちょっと待って、なんかね、入り組みすぎてて難しい家なんですよね。あ、端っこに行けるとこある。こっちかな、こっちだね。どっち？いや、怖いよ。さっき来た道かな、ここは。ちょっと待ってね。ハート、さっき入ってる。あ、ありがとう。こっちで合ってたんだ。
迎えに来てくれてる悟空ありがとう。ここかけたつ、なるほど、上に行けるようになってるんだねこれで。で多分行ってくれてるんじゃないかな。うん、なんか上がれない。ここが一個落ちたんだね多分。足元に棒が一つなかった気がします。次はこっち、お美女いた、こっちね。はい、6月19日、新しい私の部屋は地下にあるの。秘密基地みたいでワクワクしちゃう。いいの地下で。地下か屋上かみたいなとこだったら私上の方がいいんだけど、屋根裏部屋みたいな方が安心なんだけど、光が入らないの怖いんだけど。ちょっと待って、ねえねえ、地下行ったんですか。行きましたね。じゃ行かなくていいってことでいいですか。怖いんだよな。何の音、勢いよく水が流れる音がする。意味がわからない。ぬいぐるみ見つけてくれてるね、ありがとうございます。いや怖いよ。あの皆さん多分画面見てるのはあれなんですけど、思った以上に怖いんですよね。うわ地下だ。水が流れる音がするって言ってたけど、どうしてなんだろう。濡れてるね。いや濡れてるね。待って待って、なななな、おお怖すぎる本当に。7月9月、遠いよね。顔がなんだか痒い気がする。何回も洗ったんだけど治らない。これ日記あれかな、さっきのあのちょっとずつ出てくる背ちっちゃいもんね。子供の化け物、目がぼやける、顔もかゆい、頭がぼーっとする。ねえ、お医者さんからもらった変な味がするやつだって、悪いよあれ、それだと思うよ。あ、何ここ、行けなくなってる。あ、ペンチ取ってきてくれてる、ありがとうございます。行っちゃいけない気がするよこの先。うわー、でも進まないとなんだよね。みんなでいれば怖くない。あ、鍵だ、ありがとう。クラブの鍵、クラブの鍵使うところが、うわあったよ。もっと奥があるの、嘘でしょ。いやいや怪しいって、これ怪しいって。いや連れてってくれてるの本当にありがたいんですけど、怖いよ。ねえほら音だ無理なのが来る、ちょっとずつ。いや待って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 、なんかいたよね今ね。よかった2人が押さえてくれてる。ここなんかありそうじゃないですか。お、かゆいかゆいかゆい。顔？顔の話？日付がもうないね。ちょっと待って、ありがとう。なんかよくわかんないけど、シーズン始まってからレベルが上がっていく。次はここだ。スペードの鍵、スペードの鍵。いや怖いって、なんで赤いんだろうねこういうのってね。ちょっと待って、やだよ。ダイヤの鍵、あスペードじゃないね、ダイヤか。ありがとう、そっちだったんだね。みんなで一緒にいればねちょっとは怖くないんで、ありがたいです本当に。あと背中光ってくれてるから、 お姉さんなんかね、どっかに行ってもわかる感じになってるし、そのアバターいいな次ここか。開けてくれましたね、ありがとう。いや怖いよ。スペードの鍵を手に入れた。ねえほんとちょっとさ、よかった近くにいなくて待って、なんでこんなに狭い通路、これ2階、あ地下だよね今いるところは多分。うわ水だ、降りるのここ。下水？ちょっと待って、なんだろうなんだろうなんだろう。ちょっと待って、どういうこと？
うっ、これ逃げなきゃいけないやつ、めちゃくちゃ怖いんだけど。ちょっと待ってね、力を合わせて多分みんなで逃げるんだと思うんですよ。ただちょっと始まるからどっかのタイミングで逃げる道が、あ、待って待って、私が今逃げられてないんだ。なるほどなるほど、近づくと始まってみんなで逃げるっていう感じになるんじゃないかと今冷静に考えている。ちょっと行ってみよう。これで始まって真ん中まで行くと、で多分逆向いて逃げるんだよね。よしよしよし、分かった分かった。悟空、あ、ありがとう、開けてくれてる。ちょ、隣に悟空がいると心強い、倒せそうだよね、倒してくれそう。ちょっと待って、後ろからね、ここ降りるの、あ、上からも来てるんだ。待って、やだ怖い。左左、右右、こっち、はい、今完全についていってる。こっち、はい、いいの合ってる、案内にいるよ、すごいね。あ、すごい登れるようになってる、ありがとう。これ逃げられるのかな。よかった、いた。いや、夏はホラーだからと思ってホラーゲームの脱出系遊んでるんですけど、脱出は好きなんですよ。でもね、ホラーはね、一人じゃ無理。はしごを登った、そしてその後は覚えていない。出られたのかな。でもぬいぐるみ今2個だったよね、2個か3個だった気がする。そして僕は見られた場所で目を覚ました。見慣れた場所、あれさっきと全然違う、なんで。え、え、開けたとこじゃん。ちょっと待って、何があるの。さっきと同じだったら襲われるよ。骨だ、へえ、警察。壁の穴にあったあの骨は人の骨だった。警察はあの家に以前住んでいた家族の行方を追っているらしい。ただ姉、あの化け物に追いかけられた地下の空間は見つからず、そこで見た日記の話をしても誰もまともに聞いてはくれなかった。怖っ。あの化け物はもしかしたらあの骨の怨念だったのだろうか。僕が手放したあの家は今も売りに出ている。おお、トゥルーエンドだ、ありがとう。トゥルー、なんだろう、日記かな、いっぱい見つけてくれてたよね、日記。うわー、びっくりした。一人じゃないからめっちゃ怖くなかったところもあったけど、最後すごい怖かった。ありがとう、どうもありがとうございました。いや、お姉さんと悟空のおかげだよ、完全に。ついてっただけだったけど、じゃないとね、無理。これ動画で撮ってますけど、めちゃくちゃ怖かったです。他のも遊んでみたいけど、ちょっとね、時間経ってからやろうかなと思います。はい、ということで今回はトゥルーエンド、これました。奇妙の家、気になる方はね、やってみてください。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!